不登校時が今29万人を超えるもうほぼ30万人という、えー、状況に、えー、学生数が減っているにもかかわらず過去最多ということなんですが増え,増えるんじゃないですか、うん、え増えますその AI の話をするときに、大脳の機能をどこまで外部化できるか。うん、で、人間の脳のニューラルネットワークってめちゃくちゃうまくできてて、その、ワイヤードじゃなくても制御できるんだよね。うん、例えば車を運転するって、教習所に通ってるときはさ、すごいなんか運転をめちゃくちゃ意識しながら運転してたけど、うん、慣れてくると、うん、全く無意識に運転してるでしょ。うんうん、うん、確かに。うん、そう、あれはもう完全に自分の身体と繋がってるんですよね。うんと。 バーチャルに繋がってんだよだから人間ってそういう外部の機能を取り込めるんだよねしかも接続されてなくても取り込めるんだよそれは身体もそうだし運動能力とかもそうなんだけど外部化できるんですよね、うん、だから脳も外部化できるはずなんですよははいはい,、はい。うん、で脳の外部化が起きたのがまずコンピューターなんだけどもう30年前のコンピューターってしょぼすぎてその大脳の代わりにはなり得なかったんだけど まあどれぐらいかな20年ぐらい前からかなクラウドができて完全に外部化できるようになったんだよねだからクラウドにある知識の方が僕が持ってる脳内に持ってる知識より全然大きくなったから外部化するべきなんだよねだからもう暗記とかする必要ないんだよねある意味では拡張してるってことですよねそうそう機能拡張になりえたんですよそうういことですよねだからクラウドのメモリーが こう外部化、人間の大脳の少なくともその短期記憶や長期記憶みたいな部分っていうのは外部化できるようになった、はい、でそこに SNS とか動画とかいろんなもの出てきてそこに AI ですよ,ですよ、ねで。AI って要は認知、最初は認知から始まったんだけど、うん、音声とか動画とかそういうものをその理解する、理解して解釈するみたいなことができるようになったわけですよ。 それがっから LLM が出てきて前頭前野っていう部分があって工事の脳機能になってる部分まで外部化できるようになり始めてて。とするとその教育って何の意味があるのかっていう意味になってきたっていうかそうですよね逆にうまく拡張する能力を高めた方がいいですよね。何かををインプットして頑張るよりも この広がったものをどう生かすかっていう方に学習がシフトしていくべきなんですね、うん。そう、そうなんですよ。で、うん、僕は自分の中で特に最初意識してたわけじゃないんだけど、俺結構記憶とかも、その、クラウドがない時代はめちゃ工夫してたんですよ。ああ、うんうん、なるほど。意識的ですかそれ無意識ですか、うん、いや、結構意識的にやってました。だから余計なことは覚えない。えーうん、で、堀江さんめっちゃ人の名前とか覚えてますよね、覚えてないんですよ。 覚えるべきも人だけ覚えてるそういうことだこいつの名前覚えなくてもいいやと思ったら覚えないですもん永遠に覚えてなくて俺さん本当覚えてくんないですよねだってお前いらないじゃん俺はある意味取捨選択を自分の中でしてたそう俺頭の中でめちゃくちゃ取捨選択しててえ面白いかそのコツはあるんですかその頭の仕分けの仕方いやだから明確に覚えないって意識づけをするえない、覚えねえ覚えるってことですよね 人の名前を今一例に挙げましたけど覚える必要がないことを意識的に覚えてないですなるほど、ね、そうしないとオーバーフローしちゃうんね。だって俺の脳の大きさってみんなとそんな変わんないわけじゃん古井さん、うんうん、記憶力いいいや記憶力いいんじゃないんだよ、うん、記憶するデータを取捨選択してるだけだよ、うんうん、なるほどなるほど。余計なことは覚えない方程式とかもどんどん忘れてます、うん、いやそうですよねいらないからいらない。そうですよね <laughs> <laughs> 検索すすれば出てくるからささ、ねうん、成田さんがですね現代の受験学校制度について SNS 上で,です、ね、こういうことをおっしゃっていて、まあ、これがちょっと議論になるというか炎上をしているというような話も伺ったんですけど、うん、僕が一番なんかもったいないなと思うのはむちちちゃゃゃく頭のいい人たちってい,っぱいいいい人たっってぱるわけじゃないですか、はいはい、例えば東大学部行ったりなんか例えば中学校受験7とか受かっている人たちとかいっぱいいるわけですけど、うん、そういう人たちが偏差値レースの中でしか物事を考えられなくなっていってしまうというシステム上。はいはい はいはい、でそうするとなんかその人たちで大企業に就職しようってなって、うん、医者になろうってなって弁護士になろうってなってっていう,こう比較的安泰なリターンが明確な仕事しかしなくなってくるじゃないですか、うん、本来日本って、うん、そのアメリカとかもそうですけど、まあ、その何らかのイノベーションを生み出してって、うん、社会のこう産業構造を変えていくような動きっていうのは国同士も必要なのに、はい、なんかそこに優秀な人材が行きにくいような仕組みになってしまってるんじゃないかってい人生しか歩めなくなくって、うん 50歳とかになって、うん、なんかみんな気づき始めて。はい ああでももうその30年過ぎちゃったからもう何もできないってなってしまうというのは非常にもったいないんじゃないですか個人のキャリアとしてももったいないし国全体としてもなんかすごい機械損失あるんじゃないですかっていうのはすごく思ってることなんですよね。確かにこの就活偏差値とかはもう今まさに周りが就活とかして就活偏差値上の企業名に内定を取ってるっていうのですごいマウント取ってくる人とかも多いのでいまだにそんなことった、ね、やってますいやみやたいことじゃなうてマウントだやばいと思うんですよ だから優秀ななな人だっったたららむしろそんなの飛び越えちゃゃて自由に動いい方が多分爆発させられるる可能性あるわけじゃないですかポテンシャルを学力的に中途半端な方々とかっていうのは当然いらっしゃるしそういう人たちはなんか違う仕事をついたりとかある程度学力を基礎力つけるとか必要かもしれないんですけど学力という意味でそんなにいの人とすごい優秀な人はむしろ学校とかいらないんじゃないかなってすごく思っててもっと自由にこう活動させた方がこの特に AI とかこれ発達してる時代にはすごくそれが重要なんじゃないかと思ってるっていう。 まさにこの辺の教育のあり方みたいなのをこうあのゲームチェンジしていきたいなゲームチェンジした方がいいんじゃないかないと,、ね、と思っているところです,です、ね、これね、本当ブランド志向っていうか何なんですかね、あれね。うんうん まあ、神谷さんがその典型なんんだけどさうどう今の東大の学生でも今例えば企業が増えてるっていう話もあったりしますけども、はい、やはりその就職偏差値みたいなことを気にしながら外資系金融だとか外資系コンサルしか周りにいないですし、うんで,まあ、でも確かにお給料もいいですしで、まあ、そこで数年すごい激務っていうか,、うん、なんかそういう激務を経て起業したいって人はやっぱ、うん 多いですけどでもやっぱその就活偏差値じゃないですけど、うん、そういう社会的に評価されやすいところに行きたいっていう人、うん、本当に多いですね <laughs> 日本の教育が崩壊しているまでと言われている現状があるんですがまずですねこの不登校児が今29万人を超えるもうほぼ30万人という、えー、状況に学生数が減っているにもかかわらず過去最多ということなんですが学級崩壊している中学校、うん、高校でめちゃくちゃ多いって聞くんです、はい、小学校とかでも。うん だからそもそもその先生がそのあまりにも多くの人数をマネージメントしようとしすぎているっていう,こう、まあ、構造的な問題がありますよ、ねはい、でかつ学生は sns とかその youtube とかにどんどん触れられるわけじゃないですか、うん、それは行きたくもなくなりますよねっていう問題なんだと思うんですよ、うん、でまあそこでまあ n 校とかまあそれこそその堀さんとかやられているよう高校ゼロ校とかそういうところにまあいろんな人がこう 流れて行ってるっていうことなんで、うんうん、今のこのなんかフィジカルな旧体前倒した学校がもう構造的に崩壊し始めてるって、それを表してるっていうところなんじゃないかなと思いますけどね。うんうん、だからまさにその日本の教育が崩壊してるので、うんうん、まあこれはある種必然の流れの。必然だと思いますし増。増えるんじゃないですか。増えもちろん増え,、はい、増えるっていうか、まあこれは過半数になったら完全に終わりますよね。うんうん、そうですよね。ま,まあ終わってほしいですけど。うんうん、でそれがまあ自然浄化作用じゃないですけど、うんうん、社会の浄化作用として次のだただだから小学校の問題。 特に低学年なんだけど、うん、コロナの時とかにみんな登校しなくなったから、うん、それもあるんだよ。うん、ああじゃあ慣れちゃってるってこと慣れちゃってるっていうかまあ親はさ家にさ小さい子どもいられると迷惑なわけですよ迷惑っていうか邪魔なわけだからめっちゃ困ってたけど確かに小学校とか入れたくないけど家にいられるのも困るみたいなだからそこのソリューションがやっぱり これから必要になってくるんでうん、うん、今だからゼロ校で次用意してんのがその初等部みたいな、うん、預かりサービスみたいな、うんうん、学童保育の延長なんだけど今逆に学童保育ってすごい伸びてるんですよねああ<ー><ー>そうですよねそうだって3時とかに終わっちゃって家帰るまで6時とか7時とかまで親がいないみたいな状況を作り出したくないから俺インターナショナルスクールって普通の学校だと思ってたらあれ なんもないんですよ法的根拠あ、そうなんですよインターナショナルスクール行くと国からあれですよ書類くるんですよそうあの義務教育から外れますけどいいですかっていう通知が来るんですよ<う>え義務教育じゃないんですかいわゆる学校教育法の一条っていうのに一条校っていうのがあるんですけど一条に規定されてない学校なんで一条校じゃないんですよ そうなんだからそこに通わせてると一応どこかの小学校に所属したことになってるんですよだから入学式だけ来ませんかとか言われていやあんたの学校じゃねえしみたいなだけど最近もっとフリキシブルな人たちが増えてて運動会だけは行くとかあ確かにインターってそういうのちょっと弱かったりしますもんね日本文化的なのがちょっと弱いとかあとなんか図工の時だけ行くとか なんかだからいいとこ取り家庭型け行くとかそういうふうなフレキシブルな子も増えてるんです。確かに確かに学校ってあれファシリティとしてはめっちゃいいですもんね。体育館があったりとか、プールがあったりとか、ああいうのは日本の学校ってすごいよ。全校にプールがあるんだよ。すごいっすよね。いやそうそうそうすごい仕組みだよ。僕ね特にあの小中学校の機能でいいなと思ったのはやっぱりその運動をさせることなんですね。要は大人になるとみんな運動しなくなる。でそれが四十代五十代になって くるとかなり効いてきてきで、健康被害、健康って、ね。あ、そうそう、だから生活習慣病になったりとか、女性は骨が弱くなったりとかして、うんうん、もう50代、60代になるとみんな身長が縮んでる。うん、なんでかっていうと、骨が圧迫骨折な,なるほど、なるほど。そもそも生理が終わると、すごい女性ホルモンが減ると、骨がめちゃくちゃ弱くなるんですよ。だからビタミン D とかめっちゃ取らなきゃいけなくて、太陽光にまたんなきゃいけないし、運動もしなきゃいけないんだけど、みんなやんないじゃん。そうか習慣がないから。うん